三菱の新型、小型トラック、何がすごい三菱ふそうは2024年6月6日、新型の小型トラック、E キャンターを台湾で発売すると発表しました。同社は2023年にフルモデルチェンジして日本でも販売されている。最新のフル電動、EV 小型トラックです。E キャンターは、 2017年に国内初の量産型電気小型トラックとして登場ガソリンを一切使用しないモーター駆動のため振動や騒音が少なく早朝や深夜の住宅街での配送に適しているほか運転操作のしやすさからドライバーの負担軽減を可能にするゼロエミッション車両として これまで導入実績のある国内外のユーザーから高く評価されてきました。今回台湾への導入が発表された新型 E キャンターは、内外装を一新して次世代の電気トラックにふさわしいデザインを採用したほか、初代モデルより大幅に車両ラインナップを拡大し、特装車など、多様な用途にも対応可能となった点が特徴。 台湾モデルでは5トンモデルおよび8.55トンモデルを展開するほか、ホイールベースやボディ、動力取り出し装置、EPTO に至るまで、豊富なオプションを取り揃えることで、ダンプやゴミ収集車、冷蔵車など、特装車を含む様々な輸送ニーズに対応するといいます。このホイールベースの種類の充実は、 モーターを後軸に統合し E アクスルを用いたコンパクトなドライブトレイン構造を採用することで実現できたもの。さらに新型 E キャンターはバッテリーがモジュール式となり、航続距離を延長しながら機能も充実。先代モデルの航続距離は 100km でしたが、新型では 定格容量 41kWh のバッテリーをホイールベースによって1個から3個まで搭載可能なモジュール式とし3個搭載モデルでは後続距離を約 200km へと大きく伸ばしています国内モデル値その他台湾で販売する新型 E キャンターは衝突被害軽減ブレーキアクティブブレーキアシスト5 車両接近通報装置、アバス車線逸脱警報装置、LDWS、車両安定性制御装置、ESP といった先進安全システムを標準装備、環境性能とともに安全性能においても輸送の新時代を開くといいます。台湾における販売代理店及び合弁会社である、ダイムラートラックアジア台湾、 ドタットのジュンウ・パーク氏は、今回の新型 E キャンターの導入について以下のようにコメントしました。台湾全土の7カ所に新型 E キャンター専用の修理・メンテナンスサービスを行う拠点を設置し、お客様へのサポート体制を強化しています。これらの最先端のサービスセンターには優れた技術者が常に駐在し、 お客様の EV トラックへの移行を丁寧にサポートしてまいります。